日本で沢登りっていうのは日本が、まあ、あの出発点というか日本の文化なんですけれど、これを今世界のいろんな渓谷で実践を移し始める。その中で、キナバルさんにすごい谷がローズガリーがあるということは、まあ、情報としても入ってきている。で、40年前にちょっとチャレンジされた方がローズガリーの入り口ぐらいちょっと入ってやっぱり敗退した、そういう情報もある。で、まあ、素晴らしい山のインパクトもすごいし、そこに食い込むローズガリーはやっぱりもう何10年、20年ぐらい前から意識をして登りたいとは思っていました。残念ながらいろんな条件が、まあ、良くない条件が重なって成功はしませんでした。一回降りて山を、徘徊して下山してから1日空けてノーマルルートで登頂しました。7ぐらいですね。7? 7? 8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 ?
ぱちょっと技術的に難しいとかそういうのだけだと、なんだろう、途中で帰ってきたんで、まあそう、なんだろう、数字つけにくいんですけど、特に最後に見たあの土石流、あれは周り僕らが見てきた中で一番大きいエネルギーだったんですよ。ですごい恐ろしいものを見たし、そういう意味で、なんだろう、今まで経験したことない恐怖感ですね。まあ、みんなそれぞれあると思うんですけれど、僕はやっぱり自然の、まあ、大きさを、まあ、この土石流とか鉄砲水で、その自然の大きさと、まあ、人間の小ささで、それをもう直接感じたことが一番僕は日本の沢でも感じるんですけど、あのジャングルの深い山とか沢の中に自分たちしかいないっていうのは、まあ、とても贅沢というかそういうのは感じます。スタートしてでこう歩いていくとだんだんこうキナバル山が見えてきて、それがすごく美しい。まあ、こう気の合う仲間と一緒に沢に入ってきて、道のところに踏み込んでいくっていうのがまず楽しいところで、やっぱり奈良さんと同じでこの沢で一番感じたのはその大自然、もう本当自分がちっぽけなんだなっていうのを感じられる、あんな凄まじいエネルギーの巨石を目の前にして、あんなのちゃんと見て、でしかもしっかり帰ってこれた、生きて帰ってこれたっていうのがまあ一番嬉しいなと思ってますね。また次のチャレンジができるっていうのは思いますよ。もうやばって言ってたね。うわあ、あれ？もうジャングルは二度とやだ。え、行こう。こういう感じだったけど、まあこの人と佐藤君と、この二人はもうジャングルはもういいですね。僕はしますよ。岩山自体がノーマルルートでもね、素晴らしい山だとは思います。だから、まあ、僕らがやりたいことはそのローズ狩り沢を登ってきたいですよね、まあ、降りるキャニオニングよりも、まあ、登ってきてこのチャレンジをしてみたい。だけど素晴らしい山だってことは友達には伝えます。ノーマルコースで。なんか2日間であんなこう岩が広がってる、あの雄大なこう景色見てるっていうのはなかなかなくて、まあ世界でも珍しい山だなみたいな。それでいて整備もされてるんで、割とあのどんな人でも行ける、体力がある人で